ひろです。ゆずきです。対応してスマイルツインズです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあそれでは早速ね、歌っていきたいと思います。聴いてください。イエーイめっちゃホリデー。そのことについてちょっと説明というか、説明というか、まあ、
ちょっかじゃない。ちょっとね、変になるんですけど、ちょっとね、ご紹介したいと思います。スマイルツインズはね、広島県に揃ってアイドル活動をしているみひろちゃんと、徳島県をね、拠点でアイドル活動しているね、ゆずきちゃんと、になります。はい。きっかけはこの服なんですけど、そう、これが初めてのね、双子コーデ。双子コーデになるんですよ。可愛い。これきっかけでまあまあ仲良くなったり、双子コーデ。めちゃくちゃありがとうございます。双子もねあるんですけどね、二人ありがとうございます。ね、ちょっとぐだぐだけど。ちょっとぐだぐだ。現実二人こんなもんでさ。違う違う、やめてあげて。リアルリアルめっちゃリアルになっちゃう。いつものテンション、いつものテンションこれです。はい。えちょっとおかしいおかしい。じゃこれがまあきっかけで、いろんなコーデもね、ね、前誕生日の時にそう私のプレゼントしたの、めっちゃ可愛かった、似合ってた。でね、他とかのいろんなやつをね、双子コーデにしたりしてます。す、す、はい、ということで、ね、息とめっちゃするしな。多分しゃる、性格はちょっとどうかもしれない、好きなものとかね。そう。まあこれからもね、頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。じゃあ4分目いきましょうか。おめでとう、私がちょっと1個目ゆっくりです見てください。
ではなかった私のステージ見てくれた方は大丈夫じゃないと思う。はい。はい、誰でもこんな感じ。ね、じゃあ皆さん年末年始何してましたか？何しましたか？私はカウントダウンライブレオまであったやつに行ってきました。私全然そんな感じの大きなことしてません。マリオ君は体調が悪かったんだ。何も悪くない。休んでます。もう休憩も必要だからみんなね。冬休みインフルエンザで半分削ったんだよ。それ別にもうやばいから。体的にもしんどいし、休みなくなるっていうのが一番しんどいよね。ね、私はね、年越した最初にしたのは苦手なジェットコースターを克服しました。お、あ、私逆に大好きなんですよね。あのね、結局苦手なのよ。そこら辺はちょっと違うんですけど。そうなの。今日先好きになったから一緒になった。あ、よかったよ。やったやった。結局皆さん結局好きです。そうそうそう。あとね、船に乗ってブランブランするやつあるやん。バイキング。パイレーツ？パイレーツ。ペイ、バイキングだね。バイキング違う？え、バイキング？バイキングは取る、食べるやつ。違う、船のやつ、みんな分かって。パイレーツ知ってる？乗ったことある人？バイキングじゃないのかな。いろんな言い方があるそうです。私はバイキングだと思ってた。私の名前覚えてないから船のやつっていうの。船のやつって感じ。そう、めっちゃ楽しかった。これあ、その魅力の里で多分いろんなのに乗ったんで、その中にあると思います。魅力の里なんだっけ。福山にあるんですよ。あなるほどね。あんまり、私はいつか行ってみたいな。じゃあ今年も元気にね、頑張っていきましょうね。はい、そう、多分やる機会も増えると思うんで、そう、インフルエンザにもかからないように気をつけましょう。あ、というか私ね、去年 1回もインフルエンザかからなかったです。すごいですね。私5年ぶりにかかりました。すごい辛かった。え、5年ぶり？そんな、そんなぶりなんですよね。え、すごいね。すごい。はい、丈夫って丈夫なのね、じゃあ。そうですね。はい、じゃあね、次で最後の曲になります。右の時からいました。はい、いました。いや、最初からいました。悲しいな。とてだったのかな。はい。右の時もいたもんね。はい。はい。ね、最後の曲は、メランコリックっていう曲を歌うんですけども、はい、その時にね、してほしいことがあります。はい。最初に、なるほど。無愛想な笑顔だったりで、みーにゃーって最初にコールしてください。で、次はブラミチの耳の低い笑顔だったりの次にユーズビーって言ってください。はい、で、最後はそれはテストだかの期間だったりすまついてって言ってください。いや、欲しいかもしれませんが、皆さん覚えてください。これは多分これになると思うんで、覚えてください。覚えてください。覚えてください。覚えたくてやって。結構すごい、言える人手あげて。はい、期待してます。よろしくお願いします。それでは最後の曲お願いしていきましょう。メラクリック。